ニャーフルルは、ケニアのリフトバレー州、ライキピア県にある町、州都ナクルの東に位置する。かつては、中央州、ニャンダルア県の県都であったが、オルカローに移転した。都市部の人口は27,451人である。建設当初は、近くのエワソンギロ川にある落差70メートルのトムソンの滝にちなんで、トムソンホールズと名付けられた。 ニエリルムルティカンの道とニエリナクルカンの道の交差点に位置し、1929年にはギルギルから鉄道が延伸、発展を見た。かつては木材加工が盛んで、国営鉛筆会社が工場を置いた。生乳の拠点でもあった。町外れには質の高い教育を提供する私立エジャートン大学のライキピアキャンパスがあり、人生の成功を目指して、 多くの学生が通っている。ニャーフルルの一体は農業が基幹産業で主に北部ではトウモロコシが南部ではジャガイモが生産される。近年では冷涼な気候、土壌、安価な労働力から柿農家が増えている。この標高の高さゆえ重要な大会を控えたマラソンやクロスカントリーの選手がよく合宿に来る。北京オリンピックの男子マラソンで 金メダルを取ったサムエル・ワンジルなど、これまでに多くの陸上競技選手を輩出している。2006年には、福音派のハン・アフリカン神学校が近郊に開校した。ニャーフルルにはもう一校、エマニュエル聖書研究所という学校があるが、進学の他にも音楽や様々な気学のコースがある。2010年にはスーパーマーケットで聖書2冊を万引きしたため、 リンチされかけた女を警察が助け出すという事件が起こり、国内外で報じられた。ありがとうございます。